協定のレコーディングから始まった今回の最終決は本格的な始動。新曲がプロモーション活動絵巻として撮影されるのは11年ぶり。バラバラにね、集まって、もうなるんだな、返信をしたんですけども、あれですね、朝がそんなに辛くない、昔ほど辛くない、これどういうことか、あとできないことが増えた。何を意味するか難しい話です。生きるって何だろうっていうことを実感痛感しながら今日はやってます。素敵だな。参謀が時の流れをめでている頃、撮影がスタート。メガホンを撮るのは本活動時から世紀末の映像を手掛ける宮崎。はい、待ってます。はい、和尚は堂々の風格、さすがはベテラン。はい、ありがとう。はい、ありがとう。構成員別の撮影が終わると全体撮影に。これが新しい世紀末、世紀末25の音。はい、じゃあ音出まーす。はい、はい、はい、おまん。本日の撮影は終了。しかしこのシーンの撮影でカッカはゼウスの妨害と戦っていたのです。それは完璧が難しいところになるに従って、死の覚えが曖昧なところになるに従ってボロボロにズタズタに引き裂かれていったという神の妨害が今あったんだけれども、間違えなかったぜ。5年ぶりのゼウスの妨害。しかし神も5年という月日も悪魔たちを変えることはできませんでした。やっぱり世紀末をじゃあまたやりましょうっていうことになると、やっぱり世紀末なんだよね、それは。だからなんていうか、ある意味その時間の流れを感じないというか、止まってたところにすぐ戻るというか、なんかこう世紀末時間みたいなものが、世紀末時計が、また動き出したのねっていう感覚かな。マレキ12年5月16日、リハーサルの初日だよ。黒みさを控え初めての音合わせ。おはようございます。新生世紀末が同時に出す初めての音。大観は新しいポジションの居心地を探っていました。何からやりますか？何ならできるんですか？お箸次第ですね。これファイヤーロン人形。ファイヤーロン人形、アダリン、アダリン、ブランニューはチャレンジになります。ロン人形からやる？いいよ。じゃあロン人形からやってみようか。いきなりイントロから間違いです。エース長官のポジションに入ったジェイル大官。
それは新しい世紀末、世紀末25のサウンドでした。ロック色が濃いと思うよ、うん、まあだから悪く言えばやかましい、非常にギターがやかましいだけど、だけどやっぱこういう音楽はね、あのギターがやかましくてなんぼぐらいな感じでいるんでね、あの非常にアグレッシブな世紀末になってるんじゃないですかね、サウンドではね、うん、ある種世紀末の下手の役割をこう担ってきた2名なので、要するにエース清水というものがある中での自分の出し方っていうのをあの研究してきた2名だと思うわけよ。なんとなく似てるところがあって、それが今度並んじゃうとさ、なんかこう食われんじゃねえかなっていうね。まあジェイルがどう思ってるか知らないけども、俺はあちょっと大橋に負けちゃうかもしれないなって思うところがあって、でこれは負けちゃいかんとジェイルに負けないためにどうしたらいいかみたいなところはちょっとあるよね、やっぱりね。共に下手のギタリストとしてプレーしてきた2名のチャレンジが今始まりました。あそして閣下も何が大変、言葉が、言葉以外は何も大変じゃない日本語だったら泥酔してても歌える最終決、最初のステージはアメリカ・ダラス。閣下は英語で歌う選択をしました。しかし日本語が持つニュアンスを大切にしたい言葉はあえて日本語に。こうして世紀末25はそれぞれが新しい目標を持って走り出したのでした。これはふるさと創世紀末ツアーの時、熊本で買ったね、確か。12年5月31日最後のリハーサル。リンゴだ、はい。怪しい雰囲気の侍従竹田、ただのリンゴだ。これも日本以外でのミサに向けて大切な翻訳作業。世紀末は歌を英語で歌うだけでなく、彼らの魅力の一つであるトークを英語、フランス語、韓国語とそれぞれ現地の言語で行うことに本活動中からこだわってきました。Qu'est-ce qu'on va faire de? Oui, tu es là. Qu'est-ce qu'on va faire de? Oui, tu es là. 素晴らしい。フロン、ノン、オットカジ。そういうやつどうしたらいいですか。チュ、チュギラ。フロン、ノン、オットカジ。こうして日本以外に向けたリハーサルは終了。もういい、もういい。じゃあね、うん、サンフランシスコ見る？視察の計画。フィッシャーズはここ。フィッシャーズなんだっけ？ここだから、ここのフィッシャーマンズワーフからアルカトラスが見える。見えるね。ああ、そこに行きたいわけね。いや別に。石川君は行きたいだろうね。アルカトラスとか好きなの？余力があればそういうの好きそうじゃん。リハーサル終了後、スタッフは機材のパッキング、構成員の使用する戦闘服や小道具、現地では調達しづらい楽器、エフェクターなどの機材をケースに詰め込んで、新たなる旅立ちへの準備は整いました。